忍びたる者、日頃の精進を怠っては、その技も鈍るのみじゃ。
富がすべてじゃ。この世に金で買えないものなどありはせん。悪行の数々、見逃すわけにはいかん。くせ者じゃ、出会え出会え。くせ者め、我が剣の切れ味、身をもって知るがいい。のけ、邪魔だてすれば切る。やあやあやあ、越後やめ、どこへ。助けてくれ。貴様の用心棒は始末した。覚悟。わちの仮面が。おのれの悪行、地獄で食いるがいい。今宵の月、実に不吉じゃが。何やら不穏な空気。早く戻らねば。遅れまして申し訳ございません。はい、いやいや、ご苦労であった。さあさ、殿がお待ちだ。隣国に潜伏していた忍びからの連絡が途絶え。Yeah.
前ら、ここで何してる？グー、怪しいからやっちまう。グおかしな奴め、迷わず成仏せい。なかなかやるものよの。何やつ、我が名は鬼影、いずれ豪田ともども貴様らの首をもらい受け、それまでにせいぜい精進しておけ。ちょっと遅かったんじゃない？少しは素直になったかと思えば。ま、今回ばっかりは礼を言っとくよ。おなごが門前でよげえことは物騒な。そこの者、待たれよ。こんな夜更けの峠道をどこへ急がれる。関を通るといえば。それなりの覚悟をしていただきます。腕自慢の殿方こそ倒しがいもあるというもの。いざ。そなたの腕前、相当なものでござった。戦国の世でなければ、女としての幸せをつかんだであろう。ここさえ越えれば、城下まであとわずか。門前では、それがしの妹タズが失礼な真似を。先ほどの女武者は妹君でござったが、拙者ゆえあって城下まで急ぎの途中、ここは通していただく。務めの大事は拙者と手同じ。黙って通すわけには参らぬ。それがしは明神総我流師範明智千十郎と申す。ここは一つ手合わせ願おう。東忍び流の名にかけ、全力でお相手いたす。できようとは、我が生涯に悔いなし。世に聞こえし明神総我の技、見事であった。
越後屋亡き後。まったく片岡様も銭儲けが好きなお方だ。どうした備前屋、いつもより多いではないか。いえいえ、片岡様あっての備前屋ほんの気持ちでござります。心得ておるではないか。そちも悪いよのう。して何が望みじゃ。明くる月の貸し工事の入札はぜひとも。ははははは、任せておけ。だが越後屋のこともある。そちも慎重にな。へへえ殿、片岡様はどちらへ。貴様は確か殿の影飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。返り討ちにしてくれる。うわっ、うわっ、うわっ、待て、命だけは。もう一度だけ伺う。片岡様はどちらに。旦那様は出かけられた。そろそろお帰りになるはずだ。うわさん、拙者が出向いた意味お分かりですな。すでに殿の知るところか。これ以上無様な姿はさらせぬな。武人としての気概をお見せくだされ。拙者が解釈いたそう。かたじけない。この片岡の死に様、しかと殿に伝えられよ。確かにお伝えいたします。太刀を朱に、矢を朱に染めし物の負の、我説毛にただ樽を知る。
ま、何者じゃ。わちの子に何かするつもりじゃな。民をかどわかす邪神に使いし者、その腹を引き裂いてでも石は返してもらう。悪意の目残さず。また会ったな。少しは楽しませてもらった。鬼かけてやら、俺も貴様の差し金か。覚悟。意気込みだけではわしに勝てぬ。少々侮っておったわ。次は必ず仕留める。アレセッケアスムエルト、テーマとアオラ。何を申しておるのかわからぬが、消えてもらう。異国での最後とは寂しいもの。どうやらこの草のようだな。聞くどん、しばしのご辛抱。
よくぞここまでたどり着いた。それともさすがと言わねばならぬ。やはり貴様か鬼影、これも冥王手やらの差し金か。どうでもよいではない。どうせ今頃は郷田の城も。さあ貴様はここで死ぬのだ。どうやら覚悟を決めて参ったようだが。証拠りもなく蘇ったか鬼影、二度はないと思え。愚かな。本気のわしに勝てると思うてか。後爵より技で相手いたそう。貴様ごとき冥王様には及ぶまい。先に冥府で待っておるぞ。鬼影ほどの手だれが使え恐れる冥王とは。
知ったのはお前か。かような業の者がおったとは。貴様が冥王か。姫はどこだ。そんな小娘のことより、ウヌラ自身の心配をせえ。おりゃ、ここは貴様のいる場所にあらず、冥府へ帰れ。リキマル！おお、姫、よくご無事で。お姉ちゃんが助けてくれたの。でも、怖かったよ。リキマル、ここは危険だ。早く逃げないと。まずいぞ。おやめい、行くぞ。